MG 小太郎とエール正野、笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。出だしなんか決めると気持ちいいね。そうですね、テンポがやっぱりいいです ね、うん、ぶれなくなりますね。そうだね100何本やってるんだって話ですけどね10本20本の人の会話ですよ、また決めると気持ちいいねってずっと決め続けてきたのに急に変わったりとかね、まあありましたけど、ありがとうございます。今日はですね、はい、あの縄文さんっていう方に会ったんですよ。縄文さん、縄文さんという方、縄文時代を研究してる、はい、新潟のですね、はいはい、その夢を叶える学校っていう、はいはい、その、うん、あのまーちゃんっていう方ですね、まーちゃんっていう方、はい、やってらっしゃるんですが、新潟でやってるんです、ね、そこで、うん、今回講演とイベントで呼んでくださったんですね、うん、はいはい、そしたらすごいゲストで、うん、その縄文さんっていう縄文時代を研究してるおじさんをですね、縄文一筋に研究してる、はいはい、おじ様を呼んでくださってて、めちゃくちゃ面白かったんですよ。興味深いですね。新潟は確かに、マサは青森で縄文研究、はいね、大好きだからした方がいいから、はい、した方がいいから絶対あった方がいいんだけど、いや絶対会いたいですね。その、はい、その縄文さんね、はい、あの宝石の新潟のその翡翠が産地なので、はいはい、宝石の翡翠がよく取れる姫川というのがあって、はい、で翡翠の、うん、はいはい、加工する職人さんなの。あ、そうなんですね。本業は、あ、なるほど。もう、うん、でも本業は縄文人じゃなくて縄文人本業は一応翡翠加工の。あ、でもまあ縄文とご縁がある、縄文ずっと研究してる縄文さんで、ね、はい、なるほど。でちょっと正式な数字忘れちゃったんだけど、はい、普通の翡翠職人としては、はいはい、30分に1個ぐらい、例えばマガダマとか、はい、加工製品を作れるようになったら一人前の職人というふうに、まあ、言われるらしい。30分が目安、まあ、ちょっとねその時間が大体それくらいの、はい、俺今忘れちゃったんだけど、はいはい、そのまあそんな感じで感じの、うん、30分で1個できるかと、はいはい、なるほど、一つの基準が、その縄文さん、はい、加工職人のプロどれくらいなんですかね。どれくらいで1個できると思いますか。プロなんですもんね。プロです、ね、いわゆる今の、まあ、本職です。30分ぐらいが一般的に1人前、うん、でもそれでも1人前です。30分 ですごいですよね。30分で1個作れたら1人前、もう1人前、それ職人として1人前、職人として1人前。なるほど。じゃあ縄文さんっていうね、はいはい、そのプロフェッショナル、はい、第一人者、第一人者は、はい、翡翠加工 の、はい、のね、プロフェッショナルの、はい、縄文さん、まあ、縄文時代の縄文っていうにさんっていうのが、ね、まあ、ペンネーム的 な、 なるほど、活動ネーム的な、はい、活動ネームなんですが、縄文さんじゃあ、なるほど、何個作れるでしょう。まあ、でもその流れからいくとめっちゃ早そうな気がするんですけど、はい、5分とかできるんですかね。正解はですね、はい、3年なんです。え、そうなんですか。逆なパターンですね逆なパターンですか。なるほど、3年なんですか。3年、1年前が30分ぐらいなわけですよね。プロフェッショナルは、はい、30分で1個加工製品を作れるようになったら1人前、人前、職人として1人前という、はい、一人立ちできる、はい、縄文さんは極めてた結果3年かかる。3年かかっちゃうんですか、はい、仕事が本業がそこなんですね。3年かかる、3年かかるんですか。じゃ1つ注文したら3年待ちってことですか。3年待ちです。本当ですかそれ、はい、なんかなぜそういう、なんか心がリアリーです。リアリーではリアリー、リアルな話ですね、はい、嘘じゃないと、はい、なそれなんか心があるんですか。やっぱりそのあります。いや、そこ欲しいじゃないですか、はいはい、あってほしい、はい俺、ね、その理由に感動したんですよ。あ、なるほど。でね、はい、縄文さんは翡翠という、まあ、原石の石だよね、はい、そうですね、石を見た時に、はい、自分がどう作りたいかじゃないんですよ。あ、この石がどうなりたがってるんだろうっていう石との対話が始まるの。そっか、うん、この石の気持ちを感じるってところから、うん、石との対話が始まって、で物によっては当然ね、はいはい、対話がスムースに進んで、30分でできることも当然あるんだけど、なるほど、その対話によっては、はいはい、その一番長いやつは3年かかった、はい、あ、そういうことなんですね、うん、じゃあ本当一人一人と向き合うように向き合って、自分が何を作るか、自分が何をしたいかじゃないんですよ。なるほど。相手が石がどうなりたいかを対話の中でコミュニケーションして、はい、
石がなりたい形を寄り添っていくっていう職人なんですよ、うん、素晴らしいですね、うん、素敵ですね。そうです、あ、だから3年かかった時もあったんですね。そうそうそう、なるほど。で中にはマガダマ作る時、マガダマって曲線が、はいはい、じゃないですか、美しいですよねあれは、はい、美しい曲線になりたがらない石もあるそうです。へえ、そっか、うん、同じ形じゃなくてその美しい滑らかな形になりたがらないあの石もあるそうなんです。あ、じゃあそれはその気持ちに寄り添って そう、うん、そのなりたい形に、そうなりたい形に、すごいですね。すごいんですよ。で、はいはい、あのそのツアーに参加してくれてた、うん、その一緒にオンラインサロンやってる、うん、たっちゃんは買おうとしたら、はいはい、あそれ売りたくないって、あ、じゃあこれはどうですか、あ、それも売りたくないってもう思い入れがありすぎるから、そうですよね、売りたくないものばっかり。なるほど。でも本業は売る仕事なんだけどもうなんかもう気持ちが複雑な気持ちになってくるわけですね、うん、もう家族ですもんね、だから彼にとってもう石というものじゃなくて、そうですね、もう全部一つ一つ対話してるから、そうか、物に魂が宿って、そうか、その存在、まあ、物語がそこで、はい、物語という命が交流が生まれてて物じゃなくなっちゃうんだよね、はい、なるほど、うん、それ感動的ですね。そうなんだ、ね、なんかそれでもきっかけはなんか最初から対話してたわけじゃないんですよね、おそらく。ないね、ない、そこまで、はい、聞く時間まで、でも気になりますねなんかきっかけとかね、掘り下げたくなりますね。あで、はい、僕のやってるオンラインサロンで、はいはい、その縄文さんをちょっと近いうちね、取材してこようって。あ、それいいですね、うん、もっと聞きたくてね。いや確かに確かに知りたい。まさくんの生まれ故郷である青森の、はいはい、やっぱり翡翠の原石、翡翠の加工物が矢尻とかね、マガダマとか出土してるんだけど、はい、三内丸山遺跡から、はい、そうですね、でもそれも新潟産なのね。そうですよね、大体その翡翠の加工物出てくるのは新潟産だっても分かってて、うん、で当時は、はい、その船で縄文人って、うん、はい、もうぶっちゃけ世界中に行ってたらしいの。あ、ねえ、うん、航海技術がすごかったですね。航海技術、でも船って言ってもそんな立派な船じゃなくても行けるわけですもんね。でその縄文さん、はい、本当に行けるか、はい、新潟から青森まで行ってみたの。マジっすか、すごい、行けたんですかね。何度も死にそうになった。やばいですよね、日本海最終的に行けた。あ、よかったですね。でもリアルに危ないですよね荒波に、ね、リアルに危なかったんです。いや荒波ですよね、だいぶ10回ぐらい死にかけた。やばいですよねでもそんだけ研究してるから、うん、でもだから当時の縄文人の筋力と航海技術っていうのは半端なかったってことだよね。なるほど、読むというか流れを読む、うん、まあ、読みと筋力 と、うん、天気とか、ね、そのなるほど、ガッツガッツ、いやガッツも確かに気持ち大事、気持ち大事ですね一番大事かもしれない、うん、ガッツも大事、いつの時代も大事かもしれない、うん、何千年経ってももうだってもう縄文人額に根性って立ちましたからもう、こう受験生みたいな、弥生人か縄文人か見分け方は額に、なるほど、必勝って書いてあるかどうか、ね、なるほど、書いてないよね、根性って書いてあったら縄文だな、額に鉢巻き履いてなかったら弥生人だから、あれじゃな、そこで時代が変わったそこでなるほど、うん、出土品としてね出てくる、なかなか展示されてないけどね頭蓋骨に鉢巻き巻いてあったら縄文人だなっていう、うん、貴重なね、そこで見分ける、なるほど、学術的にすごい貴重なあれですね必勝って書いてたら、はい、後期縄文人、なるほど、時代が変わったんですね、うん、根性から必勝だった、根性が主流だったんだけ ど、はい、なるほど、ちょっとシャレっ気が出てきた、そのなんか町のヤンキー的な、あー、なるほどね、うん、なんかちょっとシャレっ気がある人たちが必勝って書き出す、後期調和がだんだん勝ちの方にこう意識を向いて弥生に向かっていくんですね、なるほど、調和からだんだんこう戦争の争いの方に向かっていく原型がここにある必勝って鉢巻きだけど、すごい学術的なもう発見ですね、それは時代の流れちゃんと汲み取ったでも縄文は面白いですね、俺こういうくだらない話してる時大好き、大いいですよね、楽しくなっちゃうんですよね僕もね、本当元気が出ちゃいますね、やりすぎるとね、はい、ちょっとね、もう置いて帰っちゃう、リスナーさん置いてっちゃう、ね、確かにもうリスナーさん置いてっちゃうぐらいの時が大好き、ね、大好きですよねもう元気になります、逆にありがたいですね、まあ、でもそのね、はい、ぜひちょっと青森縄文ツアーもやりたいので、僕が、まあ、もちろん三内丸山遺跡とかも素晴らしいと思うんですけど、うんうん、やっぱり僕弘前なので、うん、岩木山神社とかももちろん行くんだけど、岩木山素晴らしいよね、そう
俺ね、岩木山ぜひ行ってほしいのが、はいはい、あれ登るのが結構大変だけど、そうですね、岩木山の頂上ほど俺気持ちいい場所知らないもん。そうですね、あ、よかったですか。俺一番気持ちいいと感じた場所は、はいはい、あの僕の弟子の誠さんと一緒に2人で、はいはい、登ったの。行ってましたね。で、意外に本格的だなと思ったんだけど、そうそう、はい、行ったらめちゃくちゃ気持ちよかった。そう、高さも多分ちょうどいいと思うんですよ。そこまで極端に高くなくて、うん、俺一番気持ちいい山頂ね、はい、今のところナンバーワンね、岩木山。あ、嬉しいですね。うん、もう意外とね、登るって険しかったりするんですけど、うん、ロープウェイとかまで ほとんど行けたりするので、で山はもちろんで、神社とかも素晴らしいですけど、うん、神社の裏側にある、うん、ちょっとかなんかちょっと僕行った時ちょっと鳥肌が立った神社があって、うん、全然有名じゃないんですけど、うん、あの水が湧き上がってるところの、うん、多分いい場所だと思うんですけど、そこのライン上に縄文遺跡跡地があるんですよ、うん、普通にリンゴ畑の中に囲まれた中に突然現れる、うん、今埋め立てちゃったので、うん、跡地になって何もないんですけど、うん、そこから見え岩木沢を見て、ここ祈ってたんじゃないかなと思う場所があるんですよね、うん、祈りなんかそこに行ったりとか、うん、ちょっと裏側を巡るツアーとかもやりたくて、ちょっとぜひ、まあ、ピクニックってグリーンズピクニックの流れでもいいですし、ちょっとね、でラーメンを食べるっていうのがやりたいね、はい、まあ、うちらねグリーンズピクニックっていう、はい、その場所がすごい素敵な場所で、素敵な仲間と美味しいものを食べながら、はい、笑い合いながら、まあ、僕ら二人ともマナユイっていう ね、 そうですね、自分の英知とつながるメソッド、はい、言霊メソッドをしますから、ね、インストラクターでもあるから、うんうん、深めていくっていうね、グリーンズピクニックというのを、はいはい、そのいろいろなね素敵な場所 で、 そうです、ね、あのやってるのでね、はい、そこを一度 どっかで遊びに来てほしいです ですね。ぜひぜひ。今決まってるのだけ、じゃあちょっと最後に PR させてもらいましょうか、はい、そうしましょうか。今決まってるのは、まあ、あの順番、あの一番近い順からいくと、はい、6月の末の、佐賀県での風の牧場というところであるグリーンズピクニックアット風の牧場で探すとおそらく出てくると思います、はい、6月29、30だったかと思います、土日ですね、はい、で佐賀県の素敵な場所で、はい、本当に素晴らしい場所と聞いてね、はい、やってくれます。で翌月7月のですね、はい、21、はい、でしたかね、22、まさくんよく20、21、日にちもわからない、確かになかなか大胆だね。そうですね、あのちょっと 今ね、あのいつも携帯に入れてるんですけど、うん、今録音してるんだよ、録音してるから見れなくて、よくさスケジュールもさ見ないで言い始めて、はい、確かにそんなさ逆に無謀なチャレンジです。織田信長みたいな俺そんな、でも破天荒な、あの告知、破天荒な告知ですね。信長フリー、逆にでも気になるじゃないですか、いつやるんだろうって調べるかなということに繋がったらいいですけど、うん、ね、まあ、ちゃんと伝えますね、うん、北海道でやるのは洞爺湖でやります、うん、グリーンズピクニックアット洞爺湖、素晴らしい、これ2回目ですね、うん、7月20の21日土日でやります、はい、で、北海道ではその翌日も翡翠さん講演会もあったりするので、はい、もしね日程のある方はその3日間で、ね、はい、行っていただければと思います。で翌日じゃない、翌月の8月もですねやります、はい、ここはまた素敵なところで、長野県の日本一の夜空と言われている日本一の星空が ね見れるあの村で、8月の末です、31日、9月1日、はい、星空ピクニック、はい、グリーンズピクニックアット星空とか長野とかで探していただければ、はい、あの見つかりますので、はい、で12月は、11月、そうですね、11月末ごめんなさい、あの11月、30と12月1日だったかな、うん、にそうです、11月30日土曜日、12月1日日曜日にかけて、うん、和歌山の湯の里で、はい、グリーンズピクニックがあります、はい、僕らね、はい、そのこの土地でやりたいっていう人とね、はい、グリーンズ の、 そうそう、ね、あのピクニックね、はい、一度出てくれた方 そうですね、すごい嬉しいですね、僕らと組んで、はい、最高のこの最高の場所見つけたんでここでやりたいっていう人と ね組んでやってるから、そうです、ね、場所はいつもお墨付き、ね、間違いないですね、うん、であとできるあの、はい、その土地のね美味しいものをいただきながら、はいはい、そうですね、マナユイっていう、まあ、一生使える ね、 本当そうですね、シンプルでね、シンプルで一、うん、そのモヤモヤしたり、うん、その自分の本心が出てきたり、はい、うん、こうしたいっていう夢や希望が出てきたり、うんうん、そうですね、モヤモヤも晴れたり、本当に万能で使えるメソッドを学びながら、うん、そうですね、そのさらに、まあ、プラスアルファでね、はい、あの僕とまさくんのいろんなメソッドを一緒に、はい、笑いながら、そう楽しみながら仲間と一緒にっていうのがね、はい、一人じゃなくてね、
できるので、どっかでね、はい、タイミングがあるときに、はい、お会いできると嬉しいですね。ありがとうございます。今日ちなみに前半何の話したんですか。何の話しましたっけね。まあ縄文だ。縄文さんの話。大事じゃない。大事、めっちゃ大事。縄文さん、まあ、でも縄文さんで、でもちょっとね、ぜひインタビューをね。めちゃめちゃもう今一番話聞きたい人ですよ。縄文さん研究したい。そうですね。すごい、はい、もう教えてほしいですね。だって縄文って、はい、その1万年近く争った形跡が見当たらない、ね、はい、すごい時代ですね。もうミラクルピースと言われる平和な時代を、うん、ね、しかも日本列島がね、ね、そういう時代があったって、ね、古き良き、ね、今こそその英知を掘り起こしていきたいって思ってるから、そうですね、本当縄文の、そのためにグリーンズ結成したと言っても過言じゃない、過言かもしれない。でも意外と僕らやっぱりルーツがね、あの縄文でつながってますよね、うん、本当に。だって縄文と書いてグリーンズと読む、本当かな、言ってもいいと思う、言ってもいいけど、まあ、そういう時代にしていきましょう、うん、確かに意外と掘り下げるとね、縄文の、だって縄文ってさ、はい、印象的にはグリーンだよね。まあ確かにね、うん、緑の星の星があるかもしれない、うん、レッドじゃない、レッドじゃない、じゃない、レッドじゃないでしょ、確かに、ま、森の中でのイエローでもない、ないないない、確かに言われてみるとそうなる、うん、グリーンしかないよ、グリーンしかない、確かに縄文といえばグリーン、自然との共存とかのイメージもあります、うん、弥生っていうとちょっとオレンジかな、あ服装オレンジっぽいじゃない、そっか、うん、なるほど、意外と当たってますね。意外といい感いい感性をつきましたね今。一応だって俺、はい、あの本に肩書き自分で天才って書いてあるから、ね、そかそか、天才って言うからいいよね。自分で天才って書いてあるから、確かに今ちょっと腑に落ちました、ちょっと色で問われると確かにグリーン感もある、うん、というわけで、はい、あれちょっと、まあ、ちょっと縄文の話も尽きなくなりますけど、うん、またどっかでね、何かあったらな、ね、次やりましょう、はい、はい、ありがとうございます。というわけで MG 小太郎とエール正野、笑う門にはグリーンズ、ありがとうございました。